第501飛行隊は2020年まで存在した航空自衛隊偵察航空隊の飛行隊。廃止直前には百力地を拠点とし、偵察機に RF-4E と RF-4EJ、連絡機に T-4 を運用していた。第501飛行隊部隊マークのウッドペッカー第501飛行隊は日本唯一の戦術偵察機運用部隊であり、 その活動範囲は日本全土となるため、百里基地に配置されていたものの、第七航空団所属ではなく、航空総体の直轄部隊であった。戦術目的だけではなく、民政協力での火山観測や、阪神淡路大震災や東日本大震災などの大規模災害での災害派遣時も偵察飛行を行っていた。百六十一年十二月一日に、 松島基地で編成され、1962年8月28日には、入間基地に移動した。初期運用機種は RF-86F であった。1972年、航空自衛隊は RF-86F の後継機として、RF-4E を採用、14機を導入することとなったため、これを機に所属基地も百里基地へ移動することになり、 1974年10月1日に百里線検体を編成12月4日に RF-4 位、e、の1号機が配備された1975年10月1日に第501飛行隊本体の移動が完了またイルマ基地に RF-86F を装備するイルマ分検体が編成されたが1977年3月25日に 解散し、RF-86F は、航空総対司令部飛行隊へ移管された。1992年には、F、F-15J、DJ の導入により、余剰となった、F、F-4EJ から15機を RF-4EJ に回収した上で導入した。RF-4E 及び RF-4EJ が、 老朽化に伴い退役するため、後継機として F-15J、DJ 戦闘機を回収して、偵察機とする案が検討されたが、契約受注者である東芝が納入できる高額、赤外線偵察ポッドの性能は、防衛省の要求する性能を達成できないと、見込まれ防衛省が契約を解除したため計画は、頓挫した。2020年3月26日、 機体の老朽化などの理由により廃止。起動後の現像が必要なフィルム式カメラでなく、撮影画像の伝送や電波情報収集が可能な、無人航空機 R、RQ-4 グローバルホーク部隊を呼び、戦闘機部隊に役割を引き継いだ。部隊マークはキツツキを模した、アメリカのアニメキャラクターである、ウッディウッドペッカーであり、川中島の戦いのケラ戦法に由来していた。 また、保有していた RF-4E と RF-4EJ には、シャークマウス塗装が施されているものがあった。養生明細を施した RF-4E 第501、飛行隊の RF-4EJ。ありがとうございます。